こんにちは、速稼塾の久保です。今回吉田松陰さんのね、最後の言葉ということでお話したいと思うんですけども、まあ、多くの方が信じてそして語り継がれていることの中に、吉田松陰さんがね、最後に解釈されるときに、まあ、解釈人にですね、こう首を切る人にですね、声をかけたという、まあ吉田さんがね、お疲れ様ですって言ったと言われてますけども、まあ、震えるなと言った人もいるらしいですけどね、で、これから死ぬのはあなたじゃないよとかねなんかそんないろんな言葉が残されているそうなんですけども、これ実はそんなことがあったのかなっていうようなね、疑いを私は持つんですよ。というのが、まあ、歴史上の有名人とか偉人とか言われている方、時には罪人と言われる方なんですけども、実はね、そういう人たちって実際にそういうことを言ったわけではなくて、後で尾ひれがついていって、その中で、あ、こういう人だったらこの言葉を残してそうだなとか、こういう人だったら最後にこの言葉を言ってくれたらいいなっていうものだけが願望となってね、語り継がれて、いつの間にかこの人が言ったってことになってるんですけども、そもそも本当かとかね、果たしてそんなことがあるだろうかって考えたら、まあ大体は単なる尾ひれなんですよね。イエス・キリストがこういうふうに言ったに違いないとかね、イエス・キリストならこういうふうに言うはずだみたいなのが口づてで口づてで伝わっているうちに、イエスはこう言って最後はお亡くなりになったんだよとか、イエスはこういうことを言ったらしいよっていうのがね、だんだんそういったに違いない、そういった事実だというふうに湾曲されていくんですよね。いや、不思議なもんですよね。歴史上の人物が言ったわけではないけども、普通の人が言うよりも歴史上の人物が言ったとした方が人を説得しやすいから、そういう奇弁を弄することが人にはあるんでしょうね、というふうに私は捉えるんで、歴史上の有名な人物がね、こう言ったよって言っても、そういうふうなことを言う人はいるよねぐらいにしか捉えてないんですよね、実はね。これもだから、いろんなものの見方のうちの一つだと思うんですよ。で、もちろんね、本当にそう言ったのかもしれないっていうことは残るんですけども、私ならね、いやいや、例えば吉田松陰先生だったら、吉田松陰先生だったら心ぐらいまでのことを考えてくれなくちゃなと、残念だなっていうふうな考え方もあったりとか、その言葉を発した人の評価っていうのは、やっぱりまさに受け取った人それぞれなんですよね。さあ、それでね、これから、ちなみにミノサウルスの皿っていうのは藤子不二雄大全集の短編集の中に入ってるんですよね。あの中にはもうドラえもんの作者が書いてたと思えないような、ものすごくね、不思議な話とか、まあ、なんていうんですかね、風刺的な世の中を切る話とかね、様々あって、本当に考えさせられるなと思うところが多いんですよ。1話スタイルで終わっていくので非常に読みやすいですよね。というのがね、藤子不二雄さんっていうのは最初の頃から手塚治虫さんの、まあ、なんていうんですかな、コピーとして、コピーみたいなね、絵柄とかストーリーとして出てきたんですよね。もちろん藤子不二雄先生にはそれなりのオリジナリティがあるんで、真似っ子だって言ってるわけじゃないんですよ。やっぱり手塚治虫の画風っていうのはそれほどわけに影響力があったんですよね。もう猫も釈子も手塚治虫から学べ、真似ろって感じだったんですよ。手塚治虫さんは臨終っていうかね、最後病院のベッドのその最後の時まで連載3本を抱えていたというね、そして最後の遺言というのは、最後の言葉が仕事をさせてくれらしいですよ。これも手塚治虫さんなら言いそうだよねみたいなことがありましたよね。なんか手塚治虫さんって本当天才の中でも天才の中、いろんなエピソードがあるんですけども、今回はその2つを紹介して終わっていこうかと思いますね。手塚治虫さんっていうのは、例えば出張にアメリカに行きますっていう時には、アメリカに向かうタクシーの中でも原稿を書いて、飛行機の中でも原稿を書いていたというね、そのぐらいの逸話が残っていて、まあ、インタビューとかカメラがね、追いかけるわけなんですけども、ずっと原稿からシャカ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 書きながらインタビューに答えてたらしいんですよ。そしてもう一つの伝説は、これもね、よく聞くことなんですけども、これはね、思い込みとか尾ひれじゃなくて本当に真実なんでびっくりしちゃったんですけども、まあ、アメリカから日本に原稿の指示を出していたらしいんですよね。要するに日本に帰ったらすぐに原稿を上げなくちゃいけないと。だから日本に帰って自分が書いていたら間に合わないから、アメリカからですね、電話で指示を出したらしいんですよ、アシスタントさんに。本棚の、上から3段目の右から4個目の本に、その321ページにこの図柄があるから、それをちょっとここの背景に書いてくれと。そして右3分の1から4分の1ぐらいにこの人物のこの表情を、まあ、書いたのがあるから、それを切り抜いて貼ってくれみたいなことをやったらしいんですよね。
そういうふうにして遠隔でインターネットもない時代に、それこそね、声だけの通信、電話だけですよ、音声通信だけで原稿を完成させて、そして帰ってからちょびっとだけ加筆して、ちょっとだけね、に自分の筆を入れて、それから間に合わせたっていう逸話もあるぐらいで、なんだこりゃって感じですよね。よくね、将棋で何ですかね、まあ盲目将棋っていうのがあるらしいんですよ。で、将棋に慣れてくると、例えばね、ちょっと分かんないですけど、7三歩とか言ってからね、なんか言葉で言うだけで、その81個のあれ番でしたっけね、9か9のあの番にどんな駒がどう移動したのか、相手の駒はどこにあるかっていうことを頭の中で考えながら電話で将棋が指せるみたいなことがあったらしいんですけども、それのね、なんかね、無限版ですね。だから天才ってのはとてつもないことをやってのけるもんだなと思いながらの今日の放送でございました。いやー、そうですね、吉田松陰先生から手塚さんまで移動していきましたけども、その間に出てくる名前は全員天才というね、偉人っていうのはやっぱり頂点でつなぎ合うのかもしれないですね。いってらっしゃい。